ちょっとちゃんと始まるよとか言われると思う。みんな言ってた。みんな言ってます。焦るよこれ。始まるストーリー。皆さんこんにちは、フェイキーでーす。フェイキーでーす。フェイキーでーす。どうも。というか3周年のフェイキーでーす。おめでとう。おめでとう。みんなおめでとう。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 みんなもおめでとう。おめでとう。おめでとう。みんなおめでとう。みんなおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。一回はけさせていただきました。あ、美味しそう。本当に美味しそう。オッケーオッケー。ケーキ美味しそう。ケーキどこ行くの？ケーキどこ行くの？後で食べましょう。ケーキありがとうございます。はい、というわけでね、怖い回ったのが急だったので、本当はですね、はい、リハ中に配信をするということで、うん、せっかくなら、ね、こうなんでこうさ3周年をこの今日の記念日にしたかというとですね、はい、これラジオでみんなで決めたいよ、うん、そうみんなと決めたやつで、ガールズガッタリブの、うん、配信日っていうか、うん、出た日、うん、より、そうだね、出た日が今日ということで8月23日に3周年でございます。いやー、本当にそれを記念しましてですね、はい、ガールズガッタリブをちょっとここでね、リハスタだからせっかく、うん、やっちゃおう、ちょっとやっちゃおうかなっていう段取りで今日はやらせていただこうかなと思ってたんですけど、ちょっとケーキがびっくりした。まさかだった。ケーキは嬉しいです。ありがとうございます。後で食べましょう。いただきます、はい、これそう、この後にですね、ファミコン、私たちの、オンラインのファンクラブ、はい、ファミコンのフェイキーマニアというページでですね、アフタートークしようと思ってるんですけれども、アフタートークの時に食べていい？いいの？マジ？ケーキ食べる！頑張れる！ケーキ食べよう。今日はですね、私たち朝からもう8月の、ね、28日から始まるツアーのリハをこうしてましたのでね。8月28日ね、甘いもの食べたかった。めっちゃ美味しかった。ありがとうございました。というわけでやりますか、ガールズガッタじゃあ。あそこのそれとそれやってショートね。ショートで。あのバージョン。あのバージョン。動かないバージョン。そう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 。オッケー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 。分かったね。オッケーオッケー。最初の一、最初の一。最初の一。あまり合わないでひな。おねえ今日どうしてた？Oh, my God.
リリースされてもう3年間も歌ってるんだね、これ。やばー、もうちょい吉田さんなんだけど、暗くない？ちょっと暗い。なんか髪の毛一緒にぐちゃぐちゃなんか。ちょっと直そう。直しいよね、本当に3年間みんなのおかげでこうフェイキーね、元気に楽しく活動できてる。元気毎日楽しい、嬉しい限りなんですけど、せっかく今日はリハースターからお届けしているということで、うん、もう一曲ね、皆さんに実は聴いていただきたいと思います。イエーイ、イエーイ。何歌うの？何だと思う？何歌うの？みんなで決めたから知ってるけど、何歌うの？知らん、分かな、何？それでは発表しましょう。はいよ。私10月19日はい、ファーストフルアルバム F を発売するんですけれどもそのね、F に収録されている曲で、実はまだ未発表のこの曲、先日終わったばかりの5でね、タイトルを募集して、みんなと一緒にこの曲を作っていきたいっていうので、みんなからいただいたタイトルで完成したこの曲、特別にいいんですか？やっちゃうの？聴いてみなさいと思います。みんな本当に3年間ありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。それではその曲いってみましょう。よろしくお願いします。5プラス
も普段こうやってね応援してくださってる皆さんがいるからだと本当に感謝しております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、このアーカイブが、私たちのさっきも言ったね、うん、オンラインファンクラブの、ファニコンというアプリダウンロードしていただきますと、うん、フェイキーマニアっていうねページがございます。検索してもらえるとね出てくると思うので、はい、フェイキーマニアに入ってもらえるとこのアーカイブまるっと見れます。でこの後もうね入ってるよっていう方多いと思うんでございますけれども、その方々はねファニコン飛んでもらってそっちでアフタートークするおっていう話でございます、はい、で盛りだくさんでね私たち、うん、さっきアルバムも10月の19日に、はい、ファーストフロアの F 出ますしですね、はい、もう今月の28日から、はい、福岡から始まるですね、はい、すぐにライブツアー2022アライブというのも決定しております。で9月の、10日が名古屋で9月の11日が大阪、そして、最後がですね9月の18日東京という形で、走り回っていきますので、皆さんね、はい、ぜひ一緒に今年の夏締めくくりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。というわけでじゃあ一旦 YouTube の皆さんはバイバイ。